アプラクシンの肖像画、ヒョードル・マトベーエビチ・アプラクシン伯爵から1728年11月10日は、ロシアツアーリ国の軍人、ピョートル一世に仕え、ロシア海軍の基礎を築いた。陸軍主官として、軍歴を開始、ピョートル一世の皇太子時代から側近として、用いられた。1693年に、ピョートル一世が、 海軍の創設に着手するとアプラクシンは海軍に転籍し海軍元帥の称号を与えられた海軍最高指揮官となった。アプラクシンは海軍建設に熱心な主君の意を対して忠実に職務に取り組んだ。早々期のロシア海軍では高級士官や幹部技術者として多数の外国人を雇い入れていたがアプラクシンはこれらの外国人をうまく統率した。 その功績は、ロシア海軍の創設と発展の第一功労者と、評される。1700年に勃発した大北方戦争では、1705年に創設されたばかりのバルト海艦隊を率いて、優勢なスウェーデン海軍と戦った。1714年の半下の海戦では、艦隊指揮官として、ガレー戦同士の戦闘で、スウェーデン艦隊に決定的な勝利を収めた。 バルト海一帯での海上作戦を、ピョートル一世本人と共に指揮し、ビボルグやフィンランド、エストニアなどの占領を成功させた。1722年のロシアペルシャ戦争でも、カスピ小艦隊を率いて参戦した。ピョートル二世が、ロシア皇帝に即位すると、バシーリ・ルキーチ・ドルゴルーコフにより1728年の夏に、モスクワで引退することを余儀なくされた。 1728年11月10日死亡。モスクワのズラトウースト修道院に埋葬された、ドムナ・ボグダーノバ・フルシチョバと結婚していたが、子供はいなかった。アプラクシンは、当時のロシア貴族の多くと、同じく、黄金の指摘使用をすることもあったと言われる。しかし、ピョートル一世の死後に、海軍艦艇の保守が十分でない状況を見ると、死罪を、 整備費用に投じたとの逸話も残されている。a b c d 青木 k 265ページ。青木 k 263ページ。ありがとうございます。